ストライクドッキング、これちゃみやまです。はい、ターザンバオゾです。よろしくお願いします。はい、ということで今回はファミ通のスタジオからお送りしてるんですけど、モーストニュースが来たので、はい、はい、振り返っていきたいと思います。はい、はい、バオゾの今日いかついですね。いや、だいたいこんな感じですいつも。あ、本当ですか。なんか、はい、夏休み入ってなんか、うん、おちゃらけてきた、ね、おちゃらけてね、おちゃらけてはね、おちゃらけてはね、これ真面目なやつ、真面目なやつですよってことですよね。はい、はい、すごく似合ってます。はい、なんか自分なんか作ろうって言い始めたもん。いや、俺もちょっとサングラス欲しいなとは思った。はい、じゃあすぐ行きますか。はい、はい、まず今回発表されたのはこれ、ドン。はい、鬼舞辻無惨来ましたよ、2。おー、やっぱ来るんだね。まあ、予想通りだね。ただまあ、やっぱ相当難しいんじゃないですか。でも、今回、あの、うん、パナエさん、リルキーは、はい、今までで一番難しいですねみたいなことは言ってなかった。前回は、もうマジで過去最高難易度ですみたいなことを、うん、ハードルを上げに上げてきたんですけど、うん、ニュースの時点で、うん、今回はそれは言ってなかったね。じゃあ反省した。反省したのわかんない。だから、はい、前回よりはもしかしたらあれなのかもしれないけど、うん、まあ、ぶっちゃけ環境は上がってるんで難しいとは思いますね、はい、かなり。まあ、夜の時間帯にね、随時出現ということなんで、まあ、はい、鬼舞辻無惨ということで。あ、なるほどね。ちゃんとね、あの設定を守ってるというね、昼間が動けないですからね、こいつは。いや、だから逆にじゃない、入ったまんま、はい、6時間ぐらい待って、朝になったら勝手に死ぬみたいな、はい、克服してない太陽を。面白いけどね、それ面白いけど、ね、そこまで耐久できた街みたいな。新しすぎるけどね、うん、はい、まあ、すごく面白いですね、これ、はい、まあ、期間がね、ちょっとあれなんですけど、うん、もう28日金曜日から19時から25時、うん、はい、夜の時間帯、先ほどさんが言った通り出現しますので、皆さん頑張りましょう。はい、まあ、ギミックとかも出るんですかね。はい、まあ、出るんじゃないですか。すぐ、意外と明日なんで。うん、で、今回、紋章と、うん、運極ボーナス、そしてアイテムが使えないそうです。オーマイガーシュ。そうなんですよ、紋章も使えないですよ。あ、紋章も使えないんだ。はい、だから SS ターン遅延とかされたらもうやばいですよ。あ、それは結構やばいですね。はい、まあ、そんな感じになっておりますので、まあ、楽しみですね、明日が、うん、ちなみに我々できません。はい、うん、なぜかというと、はい、俺と桜井は北海道の方にオセロニアのゲームのイベントで行っていて、馬場園さんは、キャラバン、はい、四国にいますんで、我々の生放送はないですよってことですね。そう、みんな地方に散っちゃってね、はいはいはい、ちょっといないんで、まあ、そこはね、まあ、はい、後々、はい、ああだったねとかは言うかもしれません。はい、まあ、そんな感じです。はい、はい、はい、そして10周年人気投票ガチャ結果発表ありましたよ。ついに来ましたね。ついに来ました。で、これもガチャ明日です。早いな。はい、我々はあの各地に散っているためこれもちょっと遅めになるかもしれません。はい、まあ ね、その翌週の、まあ、おそらく火曜日に撮ることになりますんで、はい、ですかね。はい、ちょっとお待ちいただきますね。少々お待ちくださいね、楽しみにして。はい、はい、で、気になる人気投票の結果はこちらです。はい、ドンと。おー、まあ、はキープしましたね、アリスはね。アリスがまさかのキープ。はい、まあ、根強い、まあ、中間発表の時点で、まあ、20位だったんで、まあ、粘った形ということですね。粘りすぎやろ。おかげさまでシャルル周りまさかの圏外ね。え、まあ、その代わりファウストが入ったりとか。ファウストありましたね、うん、で、バビロンも圏外になったんですよね。え、いやー、俺入ってほしかったわ。え、これだいぶうわって思ってる人多いと思う。うわってだって、多分シャルル・マーニューのとバビロンの人が多分ファウストに入れた感結構強くないですか、これ。あー、なるほどね。焦って、うん、入れ、そうしたら落ちちゃって、うん、今うわってなってますよね。で、アリス入れてた人はもう、もう譲らずもうアリス入れっぱだと思うから、うん、まあ、だからこういうガチャでシャルル・マーニューとかバビロンとか引いときたかったなって思った人は結構ね、結構うわってなってる。トップ20が大体安泰だから。そう、うん、まあ、だけど逆にね、まあ、限定も増えてきて大体100位以内って限定も多いんで、うん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 、別に B とか言ってもね、いいんじゃないかなとか。そう、まあ、別にその選べば、別に、そうそう、出るやつを選べばね、うんうん、いいだけなんで。グルービビとかすごいですよ。正気、シャルル、アンドロメダとか狙いますからね、うんうんうん、一応、うんうん、なので、まあ、今回は A 以外ももしかしたらタクあるかも。そうだね。いや、嘘、大体グループ A でいいです。人にはよるんだけどね。まあ、そうだね。はい、だからまさかの結果になりましたね、これは。はい、そうだね。はい、びっくりです。まず上がりすぎだしね、うん、確かにね。怒涛の6上げ、はい、いや、だから意外とやっぱ中間発表って大事なんだなと思うね。まあね、ここで動きますからね。追い上げとか、うん、あるなって思う、うん、え、マジで
逆に悪くなった説もあるけどね、これシュレディンガーが入ったのか。ああ、はいはい、食い込んできた、うん、シュレディンガーは結構まさかだと思うんですよね。はい、まあそんな感じなので、これがもう明日から来るので、うん、まあ、皆さん、まあ、どれを引くかはまあ手持ち次第なんですけど、個人的にはグループ A。 はい、はい、バドさんは、まあ俺もまあ大体持ってない率で言ったらまあそうなるんじゃないか。まあそうですよね、うんうん、まあ間違いないですよ、この中から手もらえるってなったら。そうだね、バボトムさん多分ね、朝出ます。待って、やめて、やめて。いや、賞金とか欲しいわ、マジで。本当ですか。じゃあアリス出ます。はい、そして新イベント発表されました、はい、琉球のエルフレーム4、はいはい、歌方の送風ですかね。歌方っていうか、はい、歌方の送風、はいはい、ですかね。まあ、こちらが8月2日、まあ、鬼滅の後に来るやつ、うん、僕もワンチャンアルファあるかなと思ってたんですけど、はいはいはい、今回は来なかった、うん、来るなら中旬かな、うん、っていう感じになりましたね、うん、はい、で性能を見ていきましょう。はい、はい、では1体目、泡盛。泡盛ね、今回お酒シリーズね、なんすよね。なんか青森っていうのはだいぶ広めのジャンルから取ったの。まあ確かに、なんか沖縄とかそっちの方のね、お酒のイメージなんですけど、まあそうっすよね、青森って、うん、僕ちょっとあんまお酒が詳しくないんで、うん、はい、で、性能、貫通陽性パワー型のマイスイーパー M、新大富士 M、はい、神耐性 M、魔王耐性 M、ゲージで超重力バリア、超アジダメージウォール、はい、SS が4プラスアーチの反射タイプになる。で、友情コンボコピーの全的調教と組めてよっていうことで、うん、これがね、ちょっと強そうですよね。うん、木獄のね、深淵のね。そうです。はい、ここの、まあ、貫通反射枠。どっちもいけちゃうんでね、それが便利だよね。そうそう、うん、でしっかりマインスを拾えるっていうのがね、うんうんうん、いいとは思います。はい、はい、で、妖精なんですよね、うんうん、やばいキャラいますよね、ここ、うんうん、この3ギミック対応なんですけど、はいはい、まあ、ミカエルとの合わせね、はい、うん、また来ましたか、ミカとも、はい、まあ戦型が異なるんですから、うん、まあ、こっちパワー型なんでね、そう、相性いいってわけですよね。戦型が異なるところでコネクト達成してくれたのはめちゃくちゃいいことじゃないですか、うん、あの同族シナジー身で強化できるんで、うん、はい、そことかも素晴らしいなとか、全敵調教毒メテオで毒サポートもできるということですよね。いや、素晴らしいんじゃないですか、うん、これって、はい、で、まあ耐性もありますし、うん、はい、すごく良さそうですね。コピーで普通になんか、うん、超絶スパークパレットも含め強そうじゃないですか。うん、確かに確かに。うん。つかさ、木獄のさ、あの爆発するセンサーのやつってあれなんだって、あれ種族なんだろう。ああ、確かに。あれ種族次第ではあれ耐性も使いますよね。うんうんうん。そしたらやばそうじゃないですか。うん。これはもう完全に特攻キャラなんじゃない？あそこ。出ちゃいましたか、ついに。うん。だけどね、これミカサアルミンを外すかって言われると。テンション的にあれじゃないですか。まあ確かに、ね、どうなんだろう、まあ、削りっていうかね、安心感があるからね。そうそうそうそ う, そう、ね、結局この枠で多分 俺反射枠で使いたい気がするんだよね、うんうんうん、なぜかっていうと、その反射枠は、うん、マイン拾えるやつがいなかったので、うんうん、こいつが入ることによって反射枠、マイン拾える反射枠になるわけじゃないですか、うんうん、そしたらまあミカエルを入れていきたいじゃないですか、うん、でも貫通も2体入れたいじゃないですか、うん、ほらどうするみたいな、ミカサアルミ入る枠なくないみたいな。まあ確かにね、そう、そこが難しいなとか思ったり、バランスなのかね。そうそうそう、でも実際使ってみたらね、うん、もしかしたらミカサアルミいらんわ、こいつでも無双しといた方が早いわってなったら、うん、もうなんならこいつ3ミカエルみたいな、うんうんうん、それがあのミカエル2のこいつ2とか、うん、3とか2とか3とかあるのかなとか思ったり、ちょっとそこら辺は分かんないですけどね、うん、まあ、でも来たらパッと試せるから、うん、すごく気になりますよね、こいつは、はい。はい、次はシードル。はい、めっちゃ可愛いっすよ。いや、これはね、マジびっくりするぐらい可愛い。可愛すぎて引いてます、私、本当に。めっちゃ絵綺麗ですよ、ね。いや、綺麗綺麗。ボール絵でこの可愛さ、なかなかないっす。やばいっすよ、やばいやばい。これ何持ってるんですか。なんか、ステッキみたいな。シードルですね。シードル。シードルって何のお酒ですか。シードルは、あとね、ほら、サイダーとかってあるじゃないですか。サイダー、もともとサイダーの語源はシードルなんですよ。はい、リンゴ。ということで。リンゴ、そう、リンゴのなんか炭酸の普通に喋っていいですよ。リンゴなんだよ。はいはいはい。はあ、なるほどね。うん、そう言われるともう服も確かにリンゴ感ありますよね。はい。そうっすよね。可愛らしいですね。はい、じゃあ性能いきますか、はい。反射攻撃陽性で、はい、超アンチダメージオールアンチブロック転送壁にレフトポジションキラー M、SS がダメオドン。うん、
12プラス8友情コンボ超強エナジーソードおちんちんソードかやめとけやめとけでヒーリングホームスロー、はいはいはい、これ強いのかわからないねぶっちゃけ、うん、威力がどこまで上がってるかあと、うん、長くなってるのかも大事じゃないですか、うん、確かにねこれでもね光属性のねこういうキャラ俺結構好きなんだよねなんかわかんないけどこういうキャラ結構好きなんで最近のなんか例えばなんですかそれいや俺はなんだろうガラティーンとかなんかその雰囲気を感じるのよガラティーンねそうそうそう地味に強いですよねそう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 極楽浄土強いガラティーン ね、 そうねでベジテパラドルが強くしてるこういうの好きなんだよな、ね、俺、うん、でもしかもなんかね嫌なギミックのとこ行ってるんですよねあダメを転送壁ってもうこれはもうアザチョーベじゃないですか、うん、ああはい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 最近のねアザチョーベライン来ましたよ強化、うん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 、ってことはもうこれアザチョーベも刺さる未来が、はいはいはい、若干、うん来たなっていう逆にねそうほら本性増えましたよとっていやそうだねこのラインですからね全然 しっかりレフトポジションキャラ今させてきたら強いですよダメオドンですし確かにねやばそうじゃないですかこれは匂いますねかなりかなり匂う、はい、濃厚ライン、うんうん、まあ本当に調教エナジーソード次第ではありますけどねうん、うんまあ、別にそこ度外視でもワンチャンやっちゃうんじゃないかないやでもまあだいぶエナジーソードは嫌がられてるから相当嫌がられてるめっちゃ強くないと許されない、うん、おちんちん言われてるくらいだからねうんこれはねまあだいぶ強化入ってくれること期待ですねいや本当に本当に、うん、しかも砲撃型だから多分最高峰っすよ、うん、いやこれ本当にマジでありますよ本当に、うん時代を作る可能性ハイプラズマぐらい強くないほんとにマジそんぐらい強くないとそんぐらい強くしてもらえないとへーってなるでそうそう一瞬で溶かすみたいなね、うん、そうそうそう下手したらワンパスしたら、うんまあ、ワンパンないとこいいよねそうねはい、まあ、てな感じですねこいつ、はいはい、楽しみですね、うん、特にアビリティライン2、うん、はい続きまして、はい、モスコミュールでございます、はいはい、貫通要請のスピード型でアビリティがアンチブロック超アンチ減速壁アンチ転送壁新オフジ EL に SS が、ミサイルうん、大黒天ミサイルですね、はい、伝統的なやつですねそうそうそうあと利休とか姫路とかに持ってるやつですね、はいはい、で友情コンボをシルバーガツイエルに防御アップ、うんうんうん、ということで、まあ、最高のルシファーの相方って動画では言ってましたねうん、うん、良さそうだね確かにねそう、うんまあ、ギミック対応的にも転送感を持ってて、うん、で妖精なのでルシファーのコネクトスキルも邪魔しない、うんうんうん、で使い方としてはあとストライクショットでミサイルを、まあ、ルシファー3体こいつ1体にした時にミサイル撃ってそのハイエナジーを誘発、うんまあ、同時に3体分同時にねそうぶち込むことができるようになると、はいはいまあ、その使い方めちゃくちゃ面白いなと、まあ、考えただけでも恐ろしいですねあもう果てますね多分相手はいやそれはもうそれはもうでしょう、はい、でまあ普通に白バカ EL の防御アップで防御、うん防御アップで、あれですね、バリアの耐久値上げて、U アップで友情強くするみたいな感じになっております。素晴らしいですね。うんまあ、本当、役者の時の田村麻呂みたいな感じの、ルシファーはモスコミュールだろうみたいな感じで使われるかなと思っております。いいサポート役ですね。はい、そして、まあ、異常気味くらいに見ていきますね。はい。パナエの声が聞こえた。パナエさんの声が聞こえたね。パナエさんも見てるかな。はい。はい、で、転送原則からまず見ていきますね。はい。ほら、いないですよね。まあまあ、いない。まあまあ、いない。それはね。だから、はい、本当にギミックラインで連れていくというか、うん、普通にもう無理やり行っちゃうかなっていうところが多い気がしてますね。はいはい。まあ、信用封じ持ってるのがすごい気になるんですけどね。うん、なんかね、どう使うんでしょうねっていう、ねうん。普通に殴り面でも、なんか超スピードでこの殴り、なんか EL で殴っちゃえばやばそうじゃないですか、普通に。うん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 、っていう感じもしてますね。うん、なんかベチテパラとも相性いいね。ああ、はい。うん。すげえこのラインなんか難しいところももらってもおかしくなさそうみたいな感じもしてる、うん、ブロック転送も、はいうん、こんな感じなんでね、うんはい、なのでかなり楽しみなキャラかなと思いましたはい、はい、中心係でベイカーズでございます、はいはいはい、ベイカーズ俺つい最近な気がしてるんですけどねあそうだったかいやまあそうだねまあだいぶ最近使わない部位になっちゃってるから、まあ、表21ですよそうそうそういや昔はねお世話になったけど、うん、これ超スピードにした人多いでしょいやいやそうだねだって、うん、はいってことで性能まあまず変わったところを触っていこうかな、うん、はい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 、まあ、重力追加されましたついに、うん、元々の性能からね、うん、
これはいけるところじゃ若干増やしてんじゃないかなと思いました。若干ではないか、だいぶ増やしてるか、うん、はい。で SS ターン短縮入りました、うん、はいはい、まあ、2段階目がちょっと打ちやすくなるかなっていう感じかな、うん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 、はい。で信用封じが L までもらっちゃった。あらら、まあ、神までキラー対象に入って、うん、L ですからね。なんか信用封じ多くないのがさっきからですね。なんか神を殺したがってますなんかね神魔王をメタローとしている。そう、うん、でまああと大きく変わったところはまあ、うん、超アンチダメージ王かな。やっぱり火力感が上がってるっつうのはいいかなと思います。で相変わらずのあ16方向レーザーになったのか、うんうん、これあれじゃんサマじゃん、はいはいはい、みんな大好きみんな大好きサマの情報も持ってますよ、はい、うん、で全的調教毒メテオですからね、うん、これでドキラーの合わせみたいな感じになってますね、はい、うん、まあ、単純にも火力が上昇してるって感じですね、うん、こちらはね。まあギミックラインも見ていきますか、うん、ただパッと使うところ俺浮かばないですけどね、うん、アダマンタイトとか、ああ、あと重力ダミューじゃなかったっけ、はいはいはい、でもルシファーでいいんですけどね、うん、まあこんな感じ。まあね、あ、信長なるほどね、はいはいはい、サマト使ってきそう。ああ、確かに。でもこのラインあれっすね、うん、信長 X マジ強いっすね。うん、だからキラーサから刺さるところだったら、うんうん、ピーカーズの方がいいってところが、うんうん、ありそうな気がしてます、うん。まあ、ダメを使いたいですね、上段なので。ダメをブロックとか、うん、あこのラインになってくる。最近だ と,、エンジェリーリーバーとか入ったラインなんで、はいはいはい、まあ、一緒に連れていくこともね、ステージが来たらありそうな気がしてますけど、うんうん、今ダメをブロックって言ったらそんなにないですよね。やっぱり表21になっちゃいますよね、うんうん、まあ、あとは3ギミック対応のところで活躍できるかっていう感じですね。あー、アキレットラインなんですけどね、反射タイプなんでね、さすがにっていう感じがするんで、確かに、はい。まあ、なので、まあ、基本的になんか使うところはなんか結構いつも通りかなっていう、まあ、これから追加される可能性もまあ全然あるのかな、ね、うん、そうですね、まあ、SS は使いやすいですしね、弱点露出8ターンなんで、はいはいはい、まあ、そういうところをまたしましょうっていう感じかな、はい、はい、ということで、はい、ニュース見ていきましたけども、はい、あれですね、うん、一番気になるところ、うん、僕はやっぱり無残2なんですけど我々ちょっと初っ端できないですけどいや無残2気になりませんか。いや、まあ確かにね、どんな難易度してるのかみたいな。いやどうなんですかね、ねえ、渦井天元使えるんですかねいや、あるんじゃないですか、あんだけギミック対応もらってんの。ねえ、渦井天元ワンチャンちょっと活躍させてほしいですけどね。渦井天元来たらなんかシュレディンガとかもじゃないですか。ああ、はいはい、まあ、あとは、うん、中あの、うん、投票ガチャか。ああ、はいはいはい、 いやー、まあ、A かなっていう感じかな。まあ俺もな、持ってない限定引いときたいな、そこで。そうっすね、うん、松野さんはそこで引いとかないと。年一ですからね、今はね。いやー、合わさってないかな。いやー、やめて。俺結構そういうのあるのよ俺も言ってるとなんか、やりがちなんよ。アーサーとかですごい怖いんですけど。なんかルシファーとかさ、まあまあ今となってはね、ちょっと嬉しいかもしんないけど、まあただルシファーも俺5体持ってるから。そうそう、俺もアーサー運極だからちょっとなるべくなんか持ってないライン出てほしい、うんうん、ルシファー狙ってる人多そうっすね。あ、まあ確かにね、普通に、うん、はい。まああとは新イベルキャラが結構強いんで、うんうんうん、そこは結構引く人もしかしたらいるかもしれないけど、一応ね、うん、中旬からアルファとかコラボの可能性も考えてやった方がいいかもね。まああれですから、8月に入れば10周年のオーブありますから。あ、そうです、8月、ね、1日からね、100個分でしょ。どこで使うのかなって。それをまずぶち込むかどうかもそうね、完全に引かせに来てる気がするけど。いや、まあ確かに確かに。一応鬼滅もかかってるんで、8月2日まで、うん、鬼滅を引くっていう方もいるかもしれないですね。もうそれで最後に追うみたいなね。そう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 、ブーストするっていうのもあるかもしれない。野間園さんはだってもう鬼滅前日ですもんね、その100個もなんで、わかんねえか8月に何が起こるかわかんねえ早いな。早いですか。早いな。これは早い、はい、新イベは引くつもりですか。いや、新イベはちょっとまあ普段だったら引かないよ、うんうん、結構スペックが高いね。ルシファーの言い方はもらえますよ。確かにね、もらえるの言い方はおかしい。まあそのやっぱり後半とかも何があるかわかんないから、一応は基本は温存しとくのもありだと思うし。でも使わなきゃいけないですよ。そう、だから
ね、結局温存温存して最後まで引くのなくてあれってなるようなパターンもありえるからね。パターンもありえる。そう、そうだから分からんよ。ボックス拡張になるかっていう可能性もありますよ。そのだからまあどうしても欲しいやつがあるんだったら、まあとりあえず優先的に使っていくのはあれだと思う、ね、やっぱそうか、うん、ありがとうございます、うん、はい、ってな感じで今回は以上です。はい、はい、皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、ね。